お世話になっております。パルディ博士の助手アルタグでございます。皆さん、お出かけの際どのような服をお召しになりますか？まずは先日スタンフォード大学がリリースしたこちらの記事を見てみましょう。 AI ベースの転倒防止ウェアラブルロボット、バーチャル空間で人間を動かすことで、つまずいた時、ぶつかった時にどうすれば転ばずに済むかという動きを学習して、それを外骨格ロボットに応用することで絶対に転ばないスーツを作るという内容です。ということで、時代はウェアラブルロボット。古くはパワードスーツ、アシストスーツなどと呼ばれてきましたが、携帯の多様化に伴ってウェアラブルロボットという呼び方も増えてきました。これこそ新時代のファッション。時に人間の活動を補助し、時に人間の活動を拡張する最先端アイテム。どのようなプロダクトがあるか、その一部をご紹介します。春、サイバーダインの開発したハイブリッドアシスティブリム、通称春。ウェアラブルロボットの概念が未発達な2013年に登場した世界で初めての装着型サイボーグです。筋肉を動かそうとする際に生じる信号、筋電位を補足してアクチュエーターを作動、スムーズな体の動きを促すとともに、実際に体を動かせたというフィードバックが得られることで、脳が体の動かし方を学習できるという側面もあります。福祉医療分野向けに提供されるモデルのほか、重量物を扱う作業を支援する腰アシストモデルなどが開発されています。クレイ X、ジャーマンバイオニック製のパワードスーツクレイ X は2020年7月に第4世代としてモデルチェンジしたばかり。軽量なカーボンファイバーフレームを採用、腰、太ももの動作をサーボでサポートすることにより、重量物の運搬作業において最大 28kg の負担を軽減してくれます。第4世代アップデートでは、本体の改良のほか、本体と連携するオプションクレイバイザーも発表されました。これは透明ディスプレイを採用したフェイスシールド。空気感染による利用者の感染症リスクを予防しつつ、空間上に情報を投影することのできる AR デバイスとなっています。国内でもすでにビッグカメラなどの物流拠点で導入され、その有効性が認められています。シーンに合わせたサブスクリプションプランが用意されていて、月額8万円から利用できる手軽さも嬉しいですね。ガーディアン XO、 サルコスロボティクスが開発する強化外骨格スーツガーディアン XO、 交換可能なバッテリーによる無限の稼働時間、30秒程度で装着できる使い勝手、両腕90キロを無重力のように扱うことができるパワフルなスーツです。CES2020 ではデルタ航空とのコラボレーションで空港でのオペレーションを想定したデモを発表。68キロの荷物を軽々と扱う様子を見せて、空港スタッフの負担軽減、怪我防止効果をアピールしました。2021年のロールアウトに向けた4000万ドルの資金調達も達成。様々なワークシーンで活躍するガーディアン XO はロボットアザーサービスとして年間10万ドルで提供される予定です。アトム、モデル Y プラスコテ、奈良に拠点を置くパワードウェア開発企業アトム。逆 Y 字型のシルエットが特徴的な腰アシストスーツモデル Y の拡張型として、腕のパワーアシストに対応した新モデルモデル Y プラスコテが開発されています。物流、建築、農業などすでに幅広いフィールドで活用されるアトウン、今回待望のアームアシスト対応となります。手首につけられたワイヤーは指先のセンサーで操作可能。両腕12キロのパワーでワイヤーを引き上げることで腕の負担を大きく軽減してくれます。アトウンは市場向けのウェアラブルロボットの他にも、半搭乗型の大型パワードスーツニオーや、二足歩行と車輪走行をシームレスに切り替えられるコマなど魅力的なプロダクトを発表しています。
アシストの仕組みもユースケースも異なる4つのプロダクトを紹介しました。この他にもウェアラブルロボットは様々な形態が提案されています。トレンドに乗り遅れないようしっかりアンテナを張っていきたいですね。